リアリティサムライ、運命だ。彼女欲しい方にはいい物件がありますよ。名前は清水美希、年齢は33歳、過去に堕胎経験があって、なんちゃらルシアという名前で動画活動をしていたようですって。また現れた。エンゲージリングまた現れたよ。事故物件とか。三毛猫で配信してないんかよ、最近、ルシアは。特級呪物とか。金はあるぞって。あんのかね？ホロライブやっけ、ルシアって。どんぐらい金もらってんのか知らんけど。金遣い荒そうやな。どっちかって言うとなんか、ホストとかに貢ぎそうなタイプやん。呪い殺されるとか。スパチャ売り上げでもホロトップだ。それやったらもう金持ってるよな。違約金とかがあるか。ああ、なるほど。なんか、バラしたんやっけ確か。内部の情報を。おい、ルシアバカにしたら切れるぞって。それどっちなんそれ。ネタなのかガチなのか。結局、マフマフとはどうなったんだろうかって。マフマフもなんか、活動休止じゃなかったっけ。ルシアはこの配信で ネタにされてるが、曲。なんか、もらえる分ももらえん可能性だってあるかもしれんからな。そういう契約交わしてる可能性も。結婚するから休むみたいな噂が出てる？やめてるのに YouTube の CM 出てきてたって。それはもう本人と関係ないからね。スパチャ総額3億円って。ってことは1億以上は Google が持ってってるから。Google さんボロ儲けです。ホロライブの一番くじ、クソほどコンビニやった？そのゲージリングってもう返金始まったのかって。エンゲージリング？デスクトップ用ウェブサイトで表示されてた。なるほどね。恋愛ぐらいってどうでもいいけどね、ほんとにそんな。ガチのファンってさ、そういうのどうでもいいでしょ。ガチ恋って言ってるやつら頭おかしいだけで、ガチのファンって別に誰がね、誰とパコハメしてようが、何またしてようがさ、面白い配信してくれたらそれでいいと思ってる。ガチのリスナーやったし、60万ぐらいスパチャしてるから、いじるのはやめてくれやって。もうそれフリーやん。そういうのフリーって言うんやで。ほんなこの配信でそんなこと言っても、無理やろ。あ、待て。僕の友達エンゲージリング買ってたって。ただの絵に必死すぎるだろって。めちゃくちゃ言われてるやん。60万ってあれやな。あれや、僕の配信にいた石油王と一緒やん。60万ぐらいじゃなかったの人も。それね、それもうフリやからね。うん。いじってほしくないんやったら黙っといた方がいいよ。それか配信から消えるか。ガチ恋勢がかなり恨みに出てる。へぇ。60万あったら俺何するやろな。まあ別に、VTuber に見つごうが僕は別に自由やと思うけど、どうでもいいし別に。うん、興味ないし。ただ、そのタイミングでそれを言うのはもうフラグでしかないよな。僕別に VTuber アンチとかじゃないで、正味。清水美希さんは新しい顔を手に入れて活動しています。金もありますよ。貧乏童貞たちはチャンスですよ。チャンスじゃないやろ。すいません、梅田さんにも60万ぐらい見つけるぐらい頑張ります。結局見つぐのか。VTuber にボロかせってる人いっぱいおるな。三毛猫はマジで嫌われもんだし、ルシア好きを名乗るのも怖い。そうなん？そんな嫌われてんの？60万だと個別にお礼もらえるのって。それ気になるな、それは。長野人を想像して興奮してる人もいるのかい？もう聞き方がマスオさんだよ、完全に。いるのかいじゃなくて。ルシアはともかく三毛猫好きはやばそうって。同一人物やからな。一緒やろ、もうそれ。ガチ恋勢は怖いですって。梅田ジャパンガチ恋勢おらんのかな？そういう DM とか一切来たことないわ。残念ながら。友達なんて700万ぐらい貢いでて。700万貢いだらさすがにさ、会ってくれへんのかな。700万貢いだら会ってくれると思うけど、会ってくれへんもんな。下ろして空いた場所に入っていきたいって。700万今あったら、ビットコイン買うお金にするな、僕やったら。耳はらむやついましたねって。またヨシマンの話題になってるよ。ああ、堕胎して赤ちゃん冷めちゃった。次はマフ君で子供を作ろうかなって。あれ？冷めちゃったのネタってさ、ルシアじゃなくないか？ペコラじゃないか？スパチャ5ヶ月間毎日5万円貢いでやっと700万やって。700万もほんまに貢げんの？そんだけほんまに稼いでんの？ペコーラのこと言うな、消えるからなって。やるペコよ。ネタにするならちゃんとしろって怒ってはんで。怒るペコよ。なんだかんだ事務所に所属せずに VTuber やってる奴が勝ち組なんよな。VTuber の波に乗れてな。渋谷春みたいな。私は三毛猫だぞって。それ三毛猫のあれなの？新しいアバター？無法地帯っていう認識でいいんですか？そうやね。あいつら炎上しても脱皮し放題だからいいよなって。脱皮って。キズナ赤字って、それはあの再生って言った赤字でしょ、今。昆虫かなって。荒ませるペコーって。ペコーラは男だった？最初からずっと赤字？そんなことある？くんのにめっちゃ金かけたんかな？コロッケのアンチョビって、パーフェクトリバース！あんなチート技あってたまるか。コロッケは僕、Kindle で持ってるよ、全巻。仕事何してんのって思いましたねって。なんで知らんの？
それ友達なほんまに。友達じゃないやろ多分。架空の友達やろそれ。友達はこんだけやから自分はまだ大丈夫だって言うために作った架空の友達なんじゃないですかそれ。おかしいやろもう。ボロが出たな。イマジナリーフレンド。友達なのに仕事知らんはやりすぎやろ。妄想の友達って作っちゃダメなんですかねっていいと思うよ。楽しんだったらいいやろ。お前やお前おい。もし良ければイラストを皆さんに見て点数つけてほしいな。おお送ってこい送ってこい。ディスコードの DM に送ってこいよ。見たるわ。おお、なんかさっき言ってたイラスト送られてきたぞ。これどうやって見せたらいいんやろ。ちょ、どういうコンセプトかわからんけど、ちょっと見てみるか。うおお、でかでか。これイラストなんや。買いたいんや、これすごいね。はい。何点っていうのはちょっとむずいけどな。なんかバイオとかに出てきそうやん。想像以上にクオリティ高かった。これもすごいわ。これすごい。いや、すごいよ、これ。こんなん書けるんやなって。ほら。ちょっとでかくまず映しとくけど。なんかゲームの敵キャラにいそうやもんね。ほんまなんかふざけたイラストを送られてくるのかなと思ったら、ガチでやん。はい。すごいっすね。ビレッジの工場、確かにゾルダートみたいですね。クリーチャーデザインとかそういう仕事してんじゃないですか実際。本職の方じゃないのこれ趣味だとしたらちょっとレベル高すぎるな。そう、設定資料集とかにあるやつ。どっかからスクショしてきたって。まあ、画像検索したらわかるんじゃないですか。リベ2いけそうって。ピクシブやってるって。なんか、ツイッターのアカウントとかなんかあったら宣伝してもらっていいっすよ、全然。あれ、つながってきた。はい。もしもし。あ、もしもし。はいはいはい。すごいっすね、このイラスト。ああ、はい。なんか、はい。え、これ、個人でやってはるんですか？普通にそのプロの方とかじゃなくて？いや、全然アマチュアで、今、はいはいはい。専門出て、はいはい。今年出て、はい、まあ、就活浪人状態なんですよ。へえ、なるほど。まあ、それで、うん、まあ、も行こうとしてた会社のが大手だったり、レベルが高かったりで、はい、なるほど、なるほど。なかなか手に職がつかない状態で。ええー、こんなレベルで？ちょっと僕にはね、こういうさ、やっぱ才能がないから、僕からしてすごいなと思うけどな。あ、ありがとうございます。うん、コメント欄もすごいってみんな言ってるよ。いや、そうです。まあ、周りに、はい、やっぱ同期とかの人からは、うん、まあ、なんかすごいとかはちょこちょこ言われるんですけど、こうして、ね、はいはいはい、全く知らない人からこうして言われるのはちょっと感動ですね。いや、すごいっすよ、本当に、うん、自信持ってったらいいと思いますよ。いや、そうですね、結構その就活でモチベがなかなか落ちてまして、大変な時期なんですけども。なるほど、なるほど。まだ他にもアナログ、はいはいはい、だったり他にもありますけど、うんうんうん、送りますか。ああ、ぜひぜひ。なんか普通にそのピクシブとかそのツイッターとかなんかそういうのないんですか？全然宣伝しますよ。マジですか？もう全然、もちろんもちろん。本当ですか？はい。あ、じゃあまあいつ叶うかわからない夢を持ってまして、はいはいはい、そのいつかなんか自分で会社を持ちたいなっていう。ああ、はいはい、いいじゃないですか。その描く絵がこういう絵なんで、はい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 、なかなか行けるとこが少なくて、日本ってこう、はい、二次キャラとか可愛い萌えとかが多いじゃないですか。あ、まあそうですね。逆にこういう絵のタッチって本当大手しかなくて、うん、はいはいはい、中小企業、子会社とかになると、うん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 、まあ、こういうのも書くけど、他もやってるよ、みたいな。あ、別のも書けるようになろうね、みたいな感じで。なるほど、なるほど。なかなか狭き門を選んでしまって。自分がやりたいことと、その、企業からのなんか需要が、まあ、ちょっとマッチしないって感じですね。そうですね。あと、なんかもう、人生相談みたいになってますけど。いや、全然全然、はい。なかなか、そうですね。絵を描く仕事をするっていうのはめちゃめちゃ大変だなと。いや、それはそう思いますよ。就活すると。めちゃめちゃ実感して。
まあ母数で言うと、まあその YouTube で生きていくみたいな多分話になると思うんで、絶対そうですね、うん、もし、はい、視聴者の中に同じ立場の人いるんだから、もう本当にめちゃめちゃ大変だと思うんで。ああ、いいですね。お互い。ね、今後今からその専門入ってとかいう人もしかしたらおるかもしれんし。そうですね。今後もし専門入る人がいるのであれば、うん、本当に、なんだろうな。自分って、うん、あの、失敗しないと学ばない人なんです。ちょっとずれてる部分がありまして。はい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 。で、今まで、今22なんですよ。22歳、はいはいはい。で、こう、なんだかんだなんとかなったみたいな生き方してまして。まあでもそれはね、別に僕も一緒やけど、ね。そう、高校受験も一発でなんか、なんとかなったみたいな、はい。そんな頭良くなくないとこなんですけど。うん、で、3年の中間テストの時、お前、このテスト赤点取ったら留年するかもよ、みたいな、うん。お前やばいぞって言われて、英語の先生から。はいはいはい。それでちょっと頑張ったら、なんとかいけたみたいな。ギリギリを生きてきたみたいな。うん。うん。なんで、で、専門の時も、まあ、最初何書くかの母選が決まってなかったので、はいはいはい。遅れたっていうのもあるんですけど、こういう絵を描く、うん、あ、はいはい、本当に入る前からここの会社行きたい、だから前もって描くっていう風にした方がいいですね。なるほどなるほど、すごい貴重なアドバイスだと思いますよ、ま、それは本当に。そうですね、やっぱり自分専門学校にいて、やっぱりその、うん、大美大生とかには本当に遠く及ばない部分が多くて。はい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 、はい。だから、なんだろうな。俺こんだけ書けるからすごいじゃなくて、うん、もう本当低、なんか体勢低く、腰を低く就活した方が、メンタル面でも就活っていうか絵の方にもいい方向に行くのかなっていう。まあでもそうしてしまって、まあ妥協してしまう部分とかあって、いざ就職して自分にやりたいことできんくてってなるよりは、僕はある程度その尖ってて、それを評価してくれる人のところに行った方がいいと思いますけどね。ああ、うん。結局自分がそのやっぱね、普通の仕事に比べてなんか自分の好きとかさ、我流、はい、自分をやっぱ大切にしてやる仕事じゃないですか、そういうのって。そうですね、うん、何でも別にそれでな、とにかく飯が食いたいんだみたいな、そういうスタンスやったら別にそれでいいと思うんですけど、まあなんか今の話聞いてるとそういう感じではなさそうなんで、それは別にね、なんか今そこでなんかへりくだってみたいな、なんか僕は違うなと思いますけどね、聞いてて。やし22歳でそこまで考えてあの行動してる人なんてまあいないんで、その点でもかなり優位に立ってるなって僕は聞いてて思いましたけど。いやもう全然ですよ。ああそうそう、この初対面で、そして話してる、はい、で、その、本当に、もう、なんだか抜けてるとこだったり、ダメな部分、めちゃめちゃ多いですよ、自分。まあでも、そういうふうにね、平成に自己分析できてるのが、僕はまあ、すごいと思ってますが。ありがとうございます。いいえ。まあ、自己分析できても、その、直せないっていうのがあるんで、大変ですけど、まあまあ、まあ、今、ディスコードに送ったやつが、はいはい、背景ですね。背景。なんか、どれが一番いいっすかね、自信あります。ちょっと全部紹介すると、ちょっと、あれなんで、時間があれなんで。あー、そうですね。一番上と、一番上、はい。すごいよ、どれも。うん、はい。下から3番目。3番目、はいはいはい、これか。まあ、あの、FPS 視点のイラスト。なんかまあ、普通にこういうゲームあるな、みたいな感じで、僕もそのイメージはつきますけど。あ、これはあれ、時間の都合でアナログちょっと送るの控えますけど。いえいえ、全然大丈夫ですけど。いや、普通になんかサイコブレイクとかに全然出てきそうな。そうですね。うん、あの、最初、ゼニマックスアジアっていう、まあ、サイコブレイクの会社を目的として書いてまして、はいはい、まあそこも2回落ちて、うんうんうん、
最近だと、プラチナゲームズに落ちました。ああ、プラチナ、へえ。これと、これかな。いや、すごい雰囲気あるよね。ちょっとすごい 雑なキャプチャーで申し訳ないですけど。いやーもう全然大丈夫です。いやすごいっすよ。こうして、うん、配信者とかそういう人と話すの初めてなもので、はいはいはい、なかなか緊張するものはありますけど。いやいやいや。いやすごいよ。心臓バクバクです今。みんなもすごいって言ってるよ。いやー本当にありがとうございます。すごいしか言葉が出ない。自分この、うん、あのフォトバッシュっていう書き方で書いてまして、はあはあはあ、その画像をいじって、うんうんうん、あ結構あのゲーム会社でよくやってる、うん、手法なんですけど、はいはい、まあ絵の中に画像を貼っつけて、うん、絵になじませてみたいな、うんうんうん、なので、一番右の絵で、うん、なんかレンガの模様あるじゃないですか、壁に。はい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 。これ画像ですね。あ、画像をそのまま使ってるんや。そうですね。絵になじませて、あの、明度を落としたり、まあ、こういう絵描くときは、フォトショップを使ってまして。フォトショップね。はいはいはい。で、まあ、それで、トーンカーブとかいろいろ編集加えて、うん、で、サイズとかもいじって、みたいな。へぇで、背景悩んでる人いれば、フォトバッシュはすごい、その、うまく、描けますね、うんうん。キャラクターにしろ。全然その素人なんで何もわかんないけど、こういう、まあ、背景もそうですね、変えたりしてるっていう感じです。はい、なるほど。いやすごいと思いますよ本当に。全然自信持ってポジティブにやってもらえたら。はい、あ、じゃあ最後に、あ、なんかそのそう告知できるアカウントとかあったら僕貼りますよ全然。じゃあツイッターの、そうですね、 URL じゃあ DM に貼ってもらったら、はい、はい、ちょっと改めてコメントの方はゆっくり見たいと思います。はい、伊賀会社を持つまでの物語でやってますかね、これ。そうですね、はい。じゃあこれ貼っときますわ。いやー、素晴らしいものありがとうございました。はい、ありがとうございます。あの、まあ、最後に。はい。こういう絵描く仕事で悩んでる人に向けてなんですけど、まあ、そ上から物を言うじゃないですけど、うん、そんな感じに聞こえる人もいるかと思うんですけど。うんうん、あの、絵の仕事はめちゃめちゃ大変だと思うので、人によってはこうして3年専門学校にいて、うん、職つけずにみたいな感じの人もいるので、まあいるやろね、自分の絵に自信を持って、でも向上心は落とさず常に上手くなろうっていう意識を持って、で諦めずに望んでください。そうですね。自分も頑張りますので。自分に言い聞かせるように今言ってましたね。そうですね、うん。なりたいですね。コンセプトアーティストに。うん、頑張ってください。なんで。はい。お互い。まあ、諦めたらそこで終わりですから、本当に。そうですね。うん、では、これで、はい、視聴者に戻りたいと思います。いえいえ、ありがとうございました。またまた。はい、失礼します。いいっす。はい。なるほどね。まあそれは難しいわな。まあ YouTube で飯を食うとか、野球で飯を食うとか、サッカーで飯を食うとか言ってるのと一緒やもんな。フォロワー増えてるってよかったやん。狭きもんではあるよ。そらな。コンセプトをしっかり伝えるのは大事。まあそうやね。まあ夢に向かって頑張ってる人は、いい励みになったんじゃなかろうか。回れ回れメリーゴーラン、もう消してこ
ら見たいよ。